はい、じゃあ続きやっていきます。今回は北風の大地か、スイ君ですね。やっていきましょう。まあ、サンダーとコイル連れていくんで割と大丈夫だと思うんだけど、問題はどうするかな。まあ、多分水ダンジョンだから、待って、バルビードがめっちゃいいな。ちょっと日焼けしてんなお前。倒せる、オッケー。見なかったことにしましょう。アイテム前回の終わりにやったはずなんだけどな。早速ネバつきましたね。なんかすごいことになってるんですけど、ちょっとあれが多すぎれば満載でしたね今この数秒間で。飛ばしすぎだよ。これで戻った。いいや、びっくりした。キーの鉢巻き使えなくなってるって困るな。いや、洗濯玉持ってきてるんだけど、サンダーの持ち物にも聞いてくれんのかな、ソニック部。へい。飛びつき、まあ、今回みんな水の上歩けるからちょっと 気は楽だけども、ちょっとコイルかちょっかい出しそう。大丈夫だね。ひぃ、外れるね、外れるね。5回打って1回しか当たんなかったよ。5回出しても意味はないっすね。瞬くってことあいつも発光だっけ。はあ、うわ、ちょっと待って、高速移動はいい。うーわ、まだすごいよな。マジで。お、ナイスキャッチ。あ、燃力キャフ、そうか、階層買ったか。ちょっと賢さ上げないとダメだねみんなね。なるな。ああ、どんまい。まあいいんだ、今回の主役は電気2体だから自分が戦うことはないでしょ。戦っつっても道中頑張ればいいだけだから。あ、ソニックブームちゃったか。ホタルビ特攻が3段階アーク、あれ、まだ2段階かこの時って。冷凍ビーム集まれ玉欲しいな。なんか俺、物見の玉使うといつも道具落ちてない気がするんだけど。嫌がらせかな。PP 持ってきたかな。あ、持ってきてね。OK。洗濯玉は最後にしよう。でもさ、こういう時って洗濯玉がネバついて使えなくなるパターンなんだよね。行き止まりも多いね。それ何の罠？泥か。これサンダー踏みそうですね。お願いします。ん？あ、角か、ここ。リルリラ、こういうよくわかんない生き方もできる。お、強行突破。相変わらずの体当たりの音だよな。お、いい階段。アイテムだけ見るか。リンゴ食べよう。ドロー、サンダー。お前飛行タイプだろうが。
あら踏むんじゃねえ。まあ泥は上からかぶってる可能性があるからね。左引っかきが単体でもどうにか戦えるレベルだからいいけどさ。石。わあ、待って、仲間いすぎでしょ。さあやってくれたまえ。オッケー、シザリガーが。またマシンっぽいな、あれ。当たんねえな。光の壁。あ、ハーリー。あ、サンダー。絶対わざと踏んでる。え、ワープしたのそれ。同じ部屋から同じ部屋にワープするなんてことあんだね。エネコロロだ。お前、あー、疲れて死んだ。かわいそうなシザリガーさんよ。エネコロロ出てくるんだね。エネコロロで猫の手こん、気合の鉢巻き、違うな。こだわり鉢巻き猫の手大爆発とかやりましたね、その昔ね。懐かしい。でもノーマルスキン今強化されて1.2 倍に乗るようになりましたよね、確か。いい締めに行け。これで君も踏むのか、みんな踏むのか。絶対わざと踏んでるでしょ。まあそういう移動した。あれ、小竹さん、これか。こんなんじゃなかったっけ。そっか、今針持ってんのか。やっぱ混乱怖いよね。サンダーが混乱するのがやっぱ一番怖いんだけどさ。コイルの混乱もこっちに電気技飛んでくるのが怖いんだよな。いいね。よーぞ。変な生き方しちゃった。経験値を稼げたと思うことにしましょう。え、ネコロロ。猫の手が好きなんですよね。リンゴがねばついた。おう、雨乞い。あれ、雨乞い意味あった？あ、違う、コタックのお天気だわ。あれ、スイスイって夢特性だったんだっけ、コタックって。倒せ、倒せないか。いっぱいあるぞ。いやー。ああ、当たらなすぎ。もうほとんどここにあるの分かってるけどさ。あ、向こうの方にありますね。トゲ。食べ物。さっき一回リンゴ食ってたのが良かったね。左引っ掛けあと2回だったか。くそー、いけそうだ。溶け、いいね。階段もあったぞ。使い切ったか。木の枝を使い切ったのか。天気は変わらない。どんまい。ん？何やってきた？再生光線？そんなの覚えたっけ？ちゃんと見てなかったぞ。かわいそうに。オーバーキル。ご利用せ、ご利用せ。
どこだここは。道に出れないぞ。あ、よかった。これ右側だったらどうしようかなと思っちゃった。俺はあっちを目指す。すぐ強えな。鳴き声。あいつ寝てんな。ちょっと弾だけ出ようか。分身か。ほう。あと1回。おはじきリボンって何だったんだっけ。あ、見切り始まきか。あ、で登録してんのか。おはじきリボン、道具を跳ね返すことができる。割と強いな。メロメロって攻撃できなくなるんじゃなかったっけな。メルメルだいぶ強いんだよね、性別ないから。能力流れ幅はそうでもないけどな。あ、動けない。あ、何もできないんだ、すごいな。ちょっと乱れ引っ掛けを戻しましょう。あれ？俺登録変えなかったっけ今。あ、説明にしちゃったのか。でわけわかんないことになったのかさっき。やっちまったね。まあ、いっか。デリワードだ。ベトベトンがいるのか。またドロボーもよくあるよね。ゴロウの石結構落ちてんな。石の粒ってないね。あれどうやら10ダメージっぽいっすよね。お腹足りっかな。プレゼントが固定ダメージなんで、ランダム固定ダメージっぽいですよね。よかった。あれ120ぐらい食らうんだっけ。最悪死んだな。お、いいね。お腹、微妙だね。いいか。ソニックビーム。あ、ボンになった。ん？デリバード？あ、ニョロボン横見それたんだ。そっか、じゃあ行くか。お、近かった。ラッキー。大体避けてたところにあり。音変わるの怖いからやめて。ああ、345だって。経験値微妙だね。おお、へえ。鍵なんて持ってきてないよ。何があるんだろう。そうなんだ。これ固定階層にあるみたいなんですよね。クラボか。いっか。大体5の倍増にあるんじゃなかったっけな。どっちも変わんねえか。でもあれは3段にやってもらおう。お願いします。すぐ強すぎっしょ。
割といい感じに進んでおりますね。やっぱ初めの園庭のところだけ恐ろしいほど時間かかってね、多いね。そうか、水じゃなくなったよね、多分これ周り崖になったね。お、いい階段。穴壊し使おう。でもこのエリア、このフロアじゃなくてこの部屋だっけ。罠はなかった。はい、じゃあここは安全です。コイルス、ずいぶんとあれだったね、強気で言ったね。溶けた。なんか面白い形してるよね、後ろから見るとね。ベトベトのちょっと正面からみたいな。いや、余計なことしたぞ。集まれ玉でしたね。やっぱ洗濯玉は落ちてないな。そっか、通りができない。ショートカットができんかった。お腹が減ってきたか。ベタベタフード一回食うしかないか。あ、しかも1個しかないんだ。階段の上でやればよかったね。もしも混乱した場合、一歩、その一歩が命取りになる可能性あるからね。47か。進化している。怖くね。ゴルダックだったらじゃあ緑ひかき使っていくんじゃないの。ちょっとリンゴ、お、いいね。言ってみるもんなんだよな。間違えた。言うとね、くれるんだよね。はーい。危ないね、金縛り危ないね。よく前に行ったな、あなた。サンダーさ、道具マスターつけてるよね。一応確認しとくか。そうだね。金縛りも厄介だな。ウォルダックがやべえぞ。自分と同じことやるんだもんな。すげえ顔。口よ。出た。すぐ近くだったやつ。穴抜け。泥棒。上だ。はあ。よしよし。絶対踏むと思ったけどな。しびれてきた。仲間になりたそうにこっちを見ている。お、こんなんいいですね。シャワーズがいる。あ、そっか、君たち鳥ポケモンだからついてる技ではない。ない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 。じゃあ PP マックス使おう。 PP マックスちょっと増えるっけ。シャワーす。うらうら。よしよし。飛行強いね。水の上も行けて。マグマは確かさすがに燃えてたね。ああ、あー、出た。洗濯玉起きましたね。終わったな。でも、空腹じゃないや、満腹度も、お!結構大きいね。アリエイツ!とりあえず使えなくても大丈夫かな。あ、分身玉だって。